沖縄手帳発行人の時間。海の彼方手帳発行人の時間第370回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、愚水曜中がらみだ沖縄手帳発行人の前城徳一です。いよいよ今年最後の放送になりました。はい、1時間ほどお付き合いください。はい、よろしくお願いします。 FM宜野湾、 FM コザ、 FM 那覇をお聞きの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日も沖縄を愛するくの大使をお送りします。聞き手は FM 宜野湾田辺由紀です。さて、番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、スターチ前回の振り返り、ミーチ、そしてメインコーナー沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com okinawatechou@gmail.com です。本日は収録となっておりますので、ラジオとリッスンラジオなどサイマル放送でお楽しみください。 YouTube のアーカイブはありますのでご視聴ください。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は三印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の小読み、沖縄手帳から運抜きやびら。今日は12月27日火曜日です。旧暦は12月5日、仏滅木の絵虎の日です。満潮干潮時刻は、満潮はこの後は夜9時49分で187センチ、干潮はこの後夕方4時7分78センチです。過去の出来事は、2010年の今日、女子プロゴルファー宮里藍に県民栄誉賞という出来事がありました。放送をお聞きの方は、今日は1月1日、2023年1月1日です。何時か6時だったかな、さ最後の放送は正月元旦の最初の再放送になるみたいです、ね、そうですね。皆さんいかがですか、今年は。なんか歴史がね、一変に転換したというか、逆転したような出来事が続くようになったんじゃないかなと思いますね。ロシアのウクライナ侵攻、これも昔のスタイルの塹壕戦が今広げられているとは夢にも思いませんでしたし、まあ、昔のスペイン風邪のようなコロナ禍がまだ燃え降ってますし、
から、世界同時福がなったようにね、戦前に世界福、世界大恐慌にして相当な種の不況が起こってますし、ね、円安の中での物価高、ちょっと考えないようなことが起きてます。また戦前のようなその政治暗殺、安倍元首相の暗殺だとか、あるいは学者に対するテロ行為だとか、そういうのが相次いでますし、まあ、統一教会問題だとか軍備拡張競争だとかね、もう戦後ではなくてまさに戦前に戻ったような感じがしてますね。まあ、このままだと世界は一体どうなんだろう、日本は沖縄はどうなんだろうということを思いながら年末最後の放送しています。で、最後の放送はちょうど琉球最大の名政治家サヨンのことを取り上げますので、そのサヨンがいたらどう考えるのかなということを思いながら1年間をこのテーマで締めくくっていきたいと思います。今年1年間のお付き合いありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では一旦 CM です。沖縄手帳絶賛発売中。旧暦沖縄の行事が一目でわかる沖縄県民必見の一冊。軽くて文字が大きいマンスリータイプも登場。色は5種類、サイズは3種類。沖縄手帳は書店またはネット通販琉球新報ストアで。有限会社三印刷はおかげさまで65周年、ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする想像力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。沖縄手帳発行人の時間。メインのコーナーに参りましょう。1709年12月28日、琉球最大の政治家サイオン、生涯の死、孤高の隠者と別離の日。そして1761年12月29日、琉球ご偉人の鉄人政治家サイオン没。この同じ政治家サイオンに関する出来事が2つ続いてるんですね。今日出した珍しいなと思いますね。それでここに書いてある12月28日のこの文章はですね、読んでもさっぱり意味がわからないような文章だと思うんですよね。でもこれは私も深い思い入れがあったんで、残してます。今日はその説明をしていきたいと思います。はい、12月28日が国王の隠者と別離の日だということです。1709年ですね。すぐ入ってみます。島津の琉球侵攻が1609年、約400年ちょっと前にありました。その後琉球王国は大いに、国が乱れたわけですね。荒れ果てました。富も収奪されて誇りも踏みにじられて、人々はやる気力をなくしていたわけですね。その琉球王国の立て直しをした名政治家と言われている人が2人います。1人は、島津の侵攻後約50年後に世に出た羽地長州。この方は王族の出で、執政、沖縄では執政と言ってますけどね、執政を務めて羽地主席と言われる行財政改革を断行したんです。琉球王国は非常に経営状態が悪化して苦しくなりましたので、予算を切り詰めまして、特にノロですね、ノロたちの権限を抑え込んだんですね。ノロたちが相当な財産を使ってまして、政治的な実権も握ってましたので、これを抑え込んだと。そして、武士にもですね、家柄だけではなくていろんな
諸芸に秀でたものを取り立てるという実力主義を導入しまして、実力がない士族はだんだん年収が減っていくと、こういうような制度を取ったわけです。まあ、本土だと武士の武士が励むのは武芸なんですけど、琉球王国は島津に征服された後もありまして、この武芸は推奨されなかったんですね。学問とか算術とか書道とか歌とか三線踊り、それから医学、包丁、華道、茶道、こういったことをやることを要求されたわけですね。こういう文化的な、習い事といいますか、これを身につけることが琉球の侍の出世につながっていったわけですね。だから沖縄でのこう非常に深い文化といいますか、歌舞音曲が優れた形になっていた原因はここにあるわけですね。侍は武術じゃなくて芸術を学びなさいということになったわけです。羽地長州は九金の鷹、黄金の鷹、樽を締めたりする時の輪っかですねをはめた男というふうに呼ばれてまして、まあ、崩壊しかけていた琉球王国のモラルを立て直した人なんです。それから50年後に2人目の男が生まれます。つまり島津信仰からほぼ100年後になるわけですね。西園という男が世に出て、琉球王国の農業林業産業振興を行って、琉球王国が再度発展する基盤を作ったわけです。沖縄の歴史上もう最大の名政治家と呼ばれるようになったわけですね。で、名前の通り西園というのは中国の機械人で、いわゆる久米36世の子孫、松永ということになります。でそれからは西園の時代になると、琉球文化が一番、花開いた時期、最盛期というようになりまして、琉球ルネサンスとも言われたわけですね。それが薩摩侵攻から100年後こう西園が政治を取っている時に生まれたわけです。西園は琉球の最高の役位三司官を長年務めまして、ようやく引退したのがね76歳なんですよ。それまで何度も引退を申し出ていますけど、止められていたわけなんですね。の76歳で隠居しまして、80歳で亡くなるんです。当時として相当長命なんですけど、その引退した後に自分の自叙伝を書き始めるんですね。で琉球では自叙伝を書いた人というのはいませんでして、西園が一番最初に自叙伝を書いたと言われています。非常に生き生きした描写なんですね。会話体まで入っていまして、当時の文章としては非常に珍しく現代的で、リズミカルな文章だということで珍しいことなんですけど、その書いてるのが若い日の思い出というか、若い青春の時の自分が生まれ変わった時の思い出を書いていますので、こう76歳亡くなるのを前にして青春の出来事をもうありありと思い出して書いているというのが分かるような自叙伝なんですね。その自叙伝から西園が生まれたとか、西園がどういうふうにして政治に目覚めていったのかということを紹介をしていきたいと思います。よろしいですか。西園家、西家ですね、これは久米36世の中の名門のうちなんですよ。ところが跡取り息子がいなかったんですね。だから父親は、養子を考えたわけですけど、この養子を取るということに対して奥さんの方が猛烈に反対をしたわけです。反対をした上で自分が側室になる女性を探しに行ったわけですね。で自分が気に入ったこれだっていう女性を探してきて、まあ、その側室になる女性も家柄のいいところの娘だったんですね。で相当説得をしてですね、普通のそばめじゃなくて、あなたの子供が生まれたらちゃんと跡取りにするということまで約束をしてですね、親も説得をして西家の側室に入れたわけなんです。ところがよくあるようにひどかなことに、側室の間に長男が生まれた後ですね、わずか3年後に今度は正妻との間に2番目の子供が生まれます。これが西園なんですね。で当時の考え方で言うと、側室の子供よりも正妻との子供の方が、優先されるわけです。だから正妻との子供、
次男ではあるんですけど、西園が本来であればこの西家の跡取り息子になるっていうのが当時の常識だったわけです。ところが西園の奥さんは、自分が説得して約束して連れてきた側室なんで、その約束に背くわけにはいかないと。だから側室との間にできた子をですね、跡取りとして育ててくれということを盛んに要求して喧嘩になっちゃったんですよね。母親は約束だからこれは曲げられないと粘ったわけです。でこの話がですね、有名な騒ぎになったというかな、なりまして、なんとスリの王様の耳に入ることになったわけですね。で王様もこの話を聞いて非常に珍しい話だと。普通であれば正妻は自分の子を立てるのにそれをしないというのは、しっかりした考えだ、珍しいと。ここは一つその正妻の言い取りさせてみたらどうかというふうな王様の言葉があって、西園が、側室の間に生まれた子が、後を継いで西園は次男として育つということになったわけです。正妻が言ったんですか？正妻が、はい、正妻が自分の気に入った人を側室として探してきて、その時にそれなりの家柄の人だったんでいろんな約束してるんですね。正妻と同じだけの地位をあげますよと、あなたの子供が生まれたらそれに後を継がせますよと、こういう約束をしてと。よっぽどしっかりした女性を探してきたみたいですね。でさて、まあ、そういうふうなことで当時は普通であれば跡取りとして育てられるんですけど、次男坊として育てられることになりました。でお父さんは長男坊にはこの才家の跡取りとしてちゃんとした漢学だとかですね、学問の道を歩ませたわけですね。で普通次男にはそこまでやらないんです。ところが正妻の方がぜひこの子にも学問を収めさせてくれということになって、側室もこれをぜひそうしてもらいたいと言って次男の西園も学問を一緒に並ぶことになったんです。ところがですね、長男は幼出来屋だったみたいで非常に飲み込みが良くて成績も良かったらしいんです。ところが次男の西園は全然勉強ができないで、これは本人も言ってますけど全くのデキランヌーだったって言われてるんですね。何しろ本人が事情に書いてあるのは、一行の文章を覚えることがなかなかできなかったと。どうにか半行を覚えても 2,3 日経つともうすっかり忘れてしまうと。説明を聞いても全然理解ができなくて毎日遊び回っていたっていうのが幼い時の西園だったんです。それが 16歳の8月15夜中秋の名月の時にある事件が起きるわけですね。士族の子弟が月見の宴を持ったわけです。その時西園はみんないる前で大変恥ずかしい悔しい思いをしたわけです。どういうことかと言いますと、その時に、集まった侍の子供たちが、今日は侍が名月を楽しむために集まっているのになぜお前が来たのかというふうに西園に言われるわけです。西園に対して言うわけです。今日は侍が集まる日なのになぜお前が来たんだというわけで、西園は怒ってですね、何を言うか、お前こそ家柄が低いんだよないかというふうに反論したんです。西園は名家の出身なんですね。ところが相手は学問があって初めて侍と言われるんだと、家柄は関係ないと、いい身なりをしているんだが中身は百姓と変わらんと、そもそもお前は先生から一度でも褒められたことがあるかと言われたわけですね。西園は残念ながら学校ではもうできないので通っていたわけなんで、非常に詳しい思いをして他の友達からも嘲笑われたって言うんです。で西園はそこで怒って憤慨して家に帰ったんですけど、悔しさのあまり家にも入らないで庭でね、夜明けまで泣き続けたっていうんです。で数ヶ月間は家に灯ってどこにも出なかったんですけど、とうとう考えた後で心機一転して学問に打ち込むことにしたらしいです。で最初は1行ずつしか理解できなかったけど、1年後には数行の読書がようやくできるようになったと。で20歳の時には多くの書物を読破して、やがて21歳の時には素読の先生となり、25歳には師匠役までついたということですから、まあ相当頑張ってね、
人並みに勉強ができて、さらにその先生役もすることができるようなところまで行ったわけです。そして27歳の時に中国への信仰使が王府から出てきますので、その随行員に選ばれまして、ただ北京までは行かなくて福州の琉球館に半年間滞在するということを許し得たわけです。そこで中国での勉強をしなさいと言ったんです。その時親しくしていたお寺の長老から誘われるんですよ。自分のお寺に国王地方、中国の道帝湖という大きな湖がありますけど、その周りに国王地方といいまして、今でいうと湖北省とか湖南省とか湖西省とかいういくつかの州がまたがって非常に広い地域なんですね。その湖西、国王地方の出身者だと名乗る隠者が滞在している。でも見かけたところ人からの人物らしい。ぜひその一緒に行って、その人物がどれほどの人なのか一緒に見極めてもらいたいと、だから一緒に来てくれというふうに頼まれるわけですね。西園は喜んでその隠者に会いに行き、聞かれるまま自分のことだとか琉球王国のことだとかいうのを説明したわけです。で帰り際にですね、自分を誘ってくれたお寺の長老さんに、あの隠者っていうのは普通の人物だと、大したことないんだと言ったわけですね。でも長老は、いやまだわからない、明日も来るようにということで西園を誘ったわけです。こうして西園は4日間そのお寺に通い続けて、この隠者と言われる人に会ったわけです。で隠者に聞かれるまま西園は自分が読んだ書物の話とか自分が作った詩文とかを披露して、とても喜ばれたわけですね。で西園はそれで、相手は大したことない人だと、自分の方が学問も上だというふうに思ったわけです。だからもういいんじゃないかと言ったんですけど、お寺の誘ってくれたお寺の長老は、いやまだわからないんで、また明日も来るようにと言ったわけですね。で5日目6日目通うようになったわけです。西園はその時に、このお寺の長老はあの隠者という人の長所をですね、少しでも探そうと思っているんだというふうに少し哀れんだような見方をしているわけですね。こうして何日か通い続けて5日目にですね、予想外のことをその隠者から言われたわけです。あなたは今28歳で精一杯学問をすべき年なんだと。でも学問らしい学問もしないで無駄に時間を過ごしている、なんと嘆かわしいことだというふうに言われたわけです。西園はびっくりしたわけですね。なんというひどいことを言うんだと、自分が学問上だのにというふうに思って、プライドを傷つけられた西園は相当ムキになって反論して議論を吹っかけたんですけど、ことごとくこの隠者にはかなわなかったらしいですね。隠者の方がはるかに知識も理論も勝っていたわけです。西園はですね、とこう言われたわけですね。隠者から、本当の学問とは心を治め国を治めることである。それを忘れて手慰みに本を読み作文をたしなむのはこれは遊びに過ぎないと。あなたはいろんな書物を読破したというんだが、これは学問の、ゴミというかカスみたいなものだと。本当の学問ということはあなたは知らないと。あなたは琉球という国から主君のため人民のために学問をしに来ているというのに、それを忘れているというのはなんと嘆かしいことだと。多少の知識を腹にかけて選ぶというのはなんと情けないというふうに言われたわけですね。でこの時に西園は自分が本当の学問をしてなかったんだということに初めて気がついたと言います。そして、私は真の学問を知りませんでした、それを教えてください。先生の一言で、カスと本物との区別が初めて理解でき、夢から覚めましたということで頭を下げるんですね。で、これからもぜひいろいろ教えてくださいって。それからまた3ヶ月間西園はこの隠者のところに通って、世の中の役に立つ実理実学というのを勉強して伝授されていくわけです。この学問はどうも陽明学と言われる、または実学とも言われる学問ではないかと言われていまして、知行合一、知識と行いを一致させることを求められる非常に厳しい学問で、当時
中国では異端視されてたんですね、うん、日本でも江戸時代にもこの陽明学はやっぱり異端視されるんですよ、うんうん、国がこの学問で学んできた真理とか正しいことに政府がね行いを間違っていればそれを正さなきゃいけないわけですね。それが義務なんですよ。正しいことを実行で示すというのが義務ってことがあるので、国から見ると異端なんですよ、ね、今の政府が間違っている人が間違っていると、で それを行動で示さなきゃいかんというのを求められるわけ、ね、だから中国でも陽明学の大化は、うん、皇帝から弾圧されまして、隠れ住んでる 身分を隠して潜んでるという人が多かったらしいんです。だからその時に西園が出会った隠者というのはその陽明学の大化の一人ではないだろうかというふうに今は言われているわけです。西園はこの隠者に再三お願いして3ヶ月にわたって学問を教えてもらう期間を延ばしたわけです。それが年末になりまして、とうとうこの人はですね、私は国元に親もいるし年老いた親もいるのでもうどうしても行かなきゃいかんと、とうとう最後の旅立つ日になったわけです。これが12月の28日なんですね。最後はこう言ってます。12月28日に先生は本国へお帰りになったが、その時に私の手を握ってこうおっしゃった。もはやあなたと再会することはないだろう。今のあなたには理解が及ばないことまで残らず全て言い聞かせました。しかし学問の順序というものは遠きに行かんとすれば近くより始め、高きに登らんとすれば低きより始めるものであると。あなたは身近なところから高いところに尋ね登らなければいけません。この言葉を忘れないようにと言ったらしいんですよ。西園はこう答えになったんですね。先生の言う通り順序を忘れずに精一杯行います。これまでご教訓をお受けした以上は先生のお名前を教えてくださいと、それを紙に書いて壁に貼って毎日毎日礼拝をいたしますと言ったわけですね。そうすると先生は笑ってですね、私は国王の人です、そのように心得ていただければよろしいということで、最後まで名前を名乗らずに立ち去っていったと。かっこいいです、かっこいいですね。こういうこの西園が人生の人を巡り合って、その先生が名前を名乗らずに立ち去っていった日が今日だったわけです。西園はですね、このように図らずも隠者と出会い学問の真実を伝授されたのは誠にもって運命を決定するご縁であった。国王の人との運命の出会いが西園を後に、まあ、稀有な沖縄で稀な実行力を持つ達人政治家に変えたわけです。でこの青年時代の出来事をですね、晩年の西園はまるで昨日の出来事のように生き生きと描いている。これが事情であります。だからとても面白いんです。これ読んでみていただきたいなと思います。ここで歌をちょっと聞いてみましょうね。これ西園の歌ではなくて、同じ今日ですね、12月28日1979年に詩人の伊庭南哲が亡くなっていますので、伊庭南哲の詩の歌があります。首里古城という歌がありますので、宮田長鳳の作曲でお聴きいただきたいと思います。
首里古城、作詞岩南鉄、作曲宮原長保、歌石垣真秀さん、お聴きいただきました。沖縄手帳絶賛発売中。旧暦沖縄の行事が一目でわかる沖縄県民必携の一冊。軽くて文字が大きいマンスリータイプも登場。色は5種類、サイズは3種類。沖縄手帳は書店またはネット通販琉球新報ストアで。有限会社三印刷はおかげさまで65周年、ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする創造力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間、お送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前代です。はい、聞き手は FM 技能渡辺由紀です。今日は西音についてのお話です。では後半に参りましょう。帰国した後の西音、西音の自叙伝はこの孤高の演者に会うところが一番のハイライト部分なんですね。じゃあその西音が琉球に帰ってきました。彼はどういうことをやったんでしょうかということになるわけです。西音が帰国した時の琉球は災難が続く非常に困難な時代でした。ちょうど今のようにですね、首里城が火災で燃えてしまったんですね。で本殿も再建もできない状況でした。でさらにそれに相次ぐようにですね、干ばつが襲ってたわけですね。干ばつが襲って、台風も空台風で農作物が壊滅的な被害を受けて、野原は赤い焼け野が広がるような大地になってしまったわけ で飢饉が起きます。多くの人が飢えに苦しんで飢餓で亡くなってしまうんです。そうするとそこにいわゆる疫病が流行るということで、もう悲惨な状態があったわけです。でそこに西音は帰ってくるわけですね。で帰国した西音はまだ幼い世子正家、いわゆる王様の跡継ぎですね、10歳ぐらいだったと思います、ね、王子様ですの教育係に任じられるんですが、それに就任する前に寝返り出てですね、単身で馬と徒歩で島内視察を行うということをやったんですね。当時もうどこ行っても泥棒がいたり飢えてる人がいたり、まあ、流行り病に通っている人がいたり、とても危険なわけですね。その中で当時ヤンバルまで行くって言っても 4日ぐらいかかるのかな、4泊ぐらいしないといけないところなんですね。それを一人でヤンバルの隅々まで彼は、馬で視察をしていったわけです。全て自分の目で見て、こう悲惨な人々の恐ろしい状況、だからこれ若かったとはできるんでしょうね。あるいは疫病が入っているところに乗り込んでいくわけですから、相当な勇気が必要なんですよね。でそれを見た上で彼は孤高の師匠の教えを実践して国を立て直していくのが自分の使命だというふうに決意したんです。このために学問を積んできたんだと。それで戦がなければ師匠が言うように学問のカスを食べただけになってしまうと彼は思ったわけですね。幸いに西音が教育係になった王子の正家は即位するんです。非常に若くて即位をしまして、それに伴って西音は国司、国の首相というポストに就くんです。
これは採用のために特別に設けられたポストなんです。で、幼い王様を補佐する役割に就くわけです。その時昭慶王は13歳、西園は32歳なんですね。でその後には、久米村系統の中国人帰化人は、三子官にはなれないというルールがあったんです。でそれを破ってですね、三子官まで上り詰めると、琉球王府の最高のポストまで上り詰めて、長い間それを実践していくわけですね。西園はこの実学に従って実際に現実に行動する政治家になったわけです。特に山林の保全とか河川改修は現地で自分が工事の指揮を取ることも多かったわけです。で著作もたくさん書いてましたね。歴史書、哲学書、政治学、林学などを表している。でも台湾は戦争で失われていて、残っているのは少しなんですね。で沖縄はもちろん日本でも例を見ない非常に珍しい鉄人政治家だと言われています。とっても今残念なのが、西園がですね、自分の教え子の昭慶王のために実学神秘だったかな、王様としての心得を書いた本を出すんですよね。でその講義をするときに、西園は王様が上座に座るわけですよね。西園は下に座るんですけど、王様自体がわざわざ下に降りてきて、あなたの教えを聞くんだから、あなたが上座に上がってください。で昭慶が下座について教えを習ったっていう本があるんですよ。でそれが終わると昭慶は深々とお辞儀をしてお礼をしたっていう本があるんですけど、この本が残ってないんですね。非常に残念ではあるんですけど、でもいくつかの本が残っています。西園は47歳で、王府最高のポストの三子官に任命され、なんと25年間これを続けたんですね。三子官は3名いるわけですね。3名の合議制で琉球の政治を仕切っていくという役割です。そして何度も引退を願えられるんですけど、そのために止められてですね、76歳でようやく隠居ができるということになって、それから自叙伝を書いて国王の人の教えを書いてるわけです。その時に自叙伝の他にも夢から覚めた感動ということですね、債務要論という本まで書いてるんです。夢から覚めた本というのことも書いていて、たくさんの本を表して、12月29日、珍しく偶然にも西園が中国で恩師と別れた日の翌日にあたる12月29日に80歳でこの世を去ったという人なんです。で西園の名政治家ぶりというのはすごく高く当時も評価されてましたから、当時の三子官もですね、何か断るたびに集まって協議しながら、もし西園が生きていればどうしたであろうかということで判断を下していったらしいんです。だから三子官は4名いるっていうような言葉まで生まれたわけですね。4名目っていうのは西園なんですよ。西園であればどう考えただろうかってことなんですね。西園の実学で有名なのは、林遷移、山林の技術ですね。山の材木の自給自足が海の中にある琉球区にとってはもうこれは致命的な課題だと考えて、各地に植林を進めて琉球全体にね、やんばるだけじゃなくて離島まで植林を進めていったんです。それまではあんまし林じゃなかったんで、立派な木があまりなかった、立派な木がなかった、離島などはほとんど大木はない、で昔は嘉手納あたりからは森林だったんですけど、どん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 それが切り取られていくわけです。建物を作ったり船を作ったりすると、でこのまででは沖縄の森林資源はやがて枯渇してしまうという危機感を彼は持ったわけですね。で今でも沖縄の景色の中でよく見られる海岸沿いにあるアランとか琉球松並木っていうのは彼が植栽させたやつなんですね。それから屋敷の周りにある福木並木だとか、これも西園が推薦したやつなんです。でヤンバルの、一番大きなヤンバルの森林の保護、あるいは離島での森林の育成で、西園の書いた林政書はですね、長い間実用書と使われていて、
の明治時代の沖縄県もですね、西園の書いた林業の本をですね、テキストにそのまま使っていたというぐらいなんですね。でさらに西園は士族がどんどん数が増えてきますので、士族の次男三男とかがですね、農業や宿泊業に分家することを進めていくわけです。でそれからヤードイというのが生まれてくるわけですね。そういうふうに移住を進めていきます。それから名護市の羽地大川での水害が毎年繰り返されてましたね。ここは有名な田んぼ の名田なんですけどね、そこを水害を収めるために羽地大川の改修工事をしたりとか、で琉球沖縄中国から来る殺風市への対応をしたり、新国大和の難しい外交問題の処理に当たったわけですね。で西園が教えた林政の中でね、ああなるほどと思いましたのは、山の木の数を種類ごとに正確に数えて記録してるわけです。でどんな人で調べたんだろうかというと、木の種類ごとに紐の色を変えてですね、その色ごとの言うと、例えば1000本とか3000本とか紐を作って、それを木にはめていって、残った紐でこの山には復芸何本ある、ここには杉が何本あるというのをことごとく記録していったんですね。で大きな木は全て帳簿に記録をして、山を荒らすことを厳罰、木を切ることは認めないと、いうような厳しい政策を取ったわけです。さらにこの森林保護のために材木の無駄な利用を制限して、その中で有名なのは、昔は大木を切り倒して、くり抜いて栗舟を作っていたわけですね。これを禁止したんですよ。栗舟だと大木から一つの船しか作れません。でこれを木を板材に切ってですね、板張りの船に変えていったわけですね。そうすると栗舟一艘しか作れなかった丸太でですね、5隻の栗舟が作れると、こういうことを実践していったというのが彼の、実践哲学家としての成果なんですね。で西園は琉球の政治の道は朽ちた縄、腐った縄で馬を走らせるような難しいもんだと言ってるわけですね。で島津支配下の中での王国運営の難しさを語ってるんです。大国に挟まれた小国の難しい舵取りを政治家はやっていけないんだと。で目の前の難題をよそに耐えることなく自力で解決する姿勢を身につけるべきだと。その第一歩が山林の育成とから考えたわけですね。で歴代の王様にはですね、こういう言葉を伝えてるらしいんですよ。中国のとの付き合いはそんなに難しくない、何かあっても処理できますと。ところが大和、薩摩藩との付き合いはなかなか難しいものがあるんで、これは十分な配慮が必要だというのは口頭で伝えていたらしくて、琉球処分が終わった後、少年王が王様に歴代引き継がれている西園の言葉ということで語っているんですね。で先言ったように晩年になって睡夢要論、夢から覚めた話というような本などを書いています。その中でいくつか今の時代に西園はどう考えていたんだろうかということを伺わせる、想像せるようなところを拾ってみるとですね、彼が言っているのは、琉球は大海に浮かぶ孤立した弱小国であると。大国大きな国に囲まれての主には身の丈を超えていると。しかしいかに小国で貧しい国であっても、正しい政治を行えば国力に見合う平穏な治世が実現できるというのを述べて、いろんな心得を言ってるわけですね。例えば国が痩せている、つまり貧乏であっても嘆くことはないと。富ができるかどうかはこれは人の行いによってできるんだ。国が強いか弱いかは人の行いが決めるんだと。貧しければ叱るべき方法で豊かにすればいい、弱ければ叱るべき方法で強くするのであると。統治政治の方法を学んで的確な政策を行えば国は栄えると彼は強く言ってるわけですね。で国は要望とか言語、衣服、礼数などみんな異なっていると、その土地に合うようにできていると、これを全て同じようにしようとすることは愚の骨頂であると。それぞれに合った
あの国の形を作るべきだと言ってるわけですね。でさらにあの上に立つ者の心得としてですね、こう言ってます。人は悪に走るは安く、善につくのは難しいと。人はあの放っておけば悪い方向に走っていきやすいと。上の者が10の良いことを行えば、下の者は1の良いことを行う。政治を行う者は誰よりも自己を律して悪癖を改めなければいけない。まあ、上が10やって、下の方がやっと1つ良いことやる。逆に言うと、上が1つの悪いことをすれば、下の者は10の悪いことをすると。それだけ上にいる者は自らを厳しく取り締まらなければいけない。さらに、王様の心得としてですね、自分の部下を中心、まあ、賢い臣下にするか、それから内臣、あの悪い横島な政治家に育てるかというのは、これは全て王自身が決めることなんだと。内臣こう悪巧みをするような政治家が寝泊まれればですね、王様から嫌がられれば、忠義を捨てて、内心が王に取り立てられるようになると、部下たちは忠義を捨てて、この内心、自分の利益しか考えない政治家になる者が後を絶たなくなるんだと。逆に忠心、正しい行いをする部下が王様から愛されて取り上げられれば、この内心、自分の利益しか考えられないような政治家は遠ざけられて、媚びへつらいをやめて正しいことを行う者が増えるだろう。これらは全て君主が作るのだろうというふうに言ってるわけですね。今の日本でも、上が自分の利益を考えたり、自分に媚びつか、自分にすり寄ってくる人を取り上げていくと、国はそうなっちゃうわけですね。自分の利益しか考えない、上の顔色しか伺わないような政治家が蔓延してしまうわけですね。だからいい政治家、いい官僚を作るかどうかは、全てこれは君主の行い一つであると、彼は厳しく言ってるわけですね。内心って何ですか？内心といえば、あの悪い臣下、自分の利益しか考えない部下。ネイってどんな字ですか？悪ネイのネイ、和人の和か。忠心と内心という言葉をよく使うわけですね。忠心というのは王様に忠実という意味もあるんだけど、正義に忠実である、正しいことを行う部下。内心は、表面上は王様の言うように聞いてるんだけど、実際には自分の利益のためにしか動かない人と、はいはい、こういうことです、はい、だからどういうふうな部下を育てるかというのは、これは王様次第であると、うん、王様が作るんだと厳しいことを言ってるわけですね。今まさに日本もそういう状況にあるんじゃないかと思いますね。上が正しい行いを10やって、部下はやっと1つやるわけですね。あるいは上が1つの悪いことをして、その悪癖を隠そうとすると、部下たちはそれを見習って10やってしまうということが起こって、国が滅びるもとになるんだと言ってるわけですね。また最後はこんなことも言ってますね。ある若い人が自分の家宝の刀をですね、大切にして毎日磨いているのを見て、こう言ってるわけですね。あなたはその家宝を磨いているけど、これはないがわしいことだと、間違ってるってわけですね。で、若者がどうしてだっていうと、あなたの家宝はあなたの自分自身を磨くことであって、刀を磨くことは何にも役に立たないんだと。あなたは刀を磨くことで自分を磨くことを忘れていると。これは西園の忠告なんですね。そういう忠告をたくさんから残してるわけです。だから西園が今生きていたらどう考えただろうか。今やっぱり政治の目立てがたくさんありますんで、それを厳しく律さなければいけないという人が政治家の中に生まれてこなければいかんということになるんじゃないかなと思います。すごい、この王様の心得書いた本残ってたらよかったですね。ですね。ね、面白いことをいろいろ書いてあってます、ね、でも彼はそれに近い本をたくさん残してるんですね、うん、でさて正月にですね、波の上に参拝に行く方も多いと思いますけど、本殿の左側にちょっと小さな祠があるんです、う
そこに西園を祀った与持神社っていうのがあります、うん、ここに祀られているのは中国から芋を伝えた野国宗観、それからサトウキビを、広げた義摩神女、それから西園、この二人が沖縄の産業を起こした偉人ということで祀られています、うん、また大野山の護国神社の隣にもこの同じ与持神社っていうのもありますので、うん、そこを訪ねてみるのもいいんじゃないかと思います。この西園はこのここの隠者に習ってたのは何ヶ月ぐらいなんですか？うん、4ヶ月から5ヶ月ぐらいじゃないかってことですね。ああ、なんか延長したけど、じゃあそれ以上延長したできたってことなんですね。はい、はいはい、うん、これがなければその前に中国に出かける前に西園も一応沖縄では学者として名前が知られるようになってるんですよね、うんうん、だから風水を見たりしてるんですよ、うん、風水を見てあんたのところのうちの向きが悪いだどうだこうだということを指摘してるんです、うん、ところが中国から帰ってくると風水のこと言わなくなるんですよ、うん、でそれよりも現実的なことを考えなさいと、うん、実際に神に、それで彼はね、仏とか神様もあまり信用してないんですよ、うん、仏様も神様も亡くなればみんな一緒になると、それでもあなたがこの世界の中でどういうふうに世の中のために尽くしていくかが大事であるということを彼は言ってますね。陽明学が禁止されてたってもちょっとその面白いなと思って、うん、そうみんながそれをやりだすともう国がまとめられなくて、はい、うんうん、大阪で、江戸時代に起きた、何の乱だったかな、陽明学の学者が起こした反乱があるんですよ、うん、有意小説の乱だったかな、ちょっと明らかに覚えてますけど、彼はその時に幕府の悪政を嘆いてですね、大阪の城代に、救援米を開くべきだと、倉庫を開いて救援米を支給すべきだというけど断れるわけですね。そうすると彼は自分の塾の生徒たちを呼んでですね、世のために自分たちは決起して大阪城の救援米を解放しようと言って実際に反乱を起こすんですよ。だこういうふうなところまで突っ走ってしまう危険性がこの陽明学にあるって言われてますね、うん、でも沖縄はそのおかげでいろんなことが、ね、栄えたきっかけになったっていうことですよね。まあ、その人が国の政治を取ったっていうのがすこぶる大きかったんですよね、うん、だけど逆に冷徹なところもあるわけですね、うん、自分の考えに反対する人は非常に厳しく弾圧したりするわけです、うん、それが世の中のためだし政治のためだと彼は思っているところがあるわけですね、うん、まあ、まあでも琉球が生んだ偉大な政治家であることには間違いないわけですね、うん、哲学者でもあるし歴史家でもあるし、そういう人が今の時代にぜひまた現れてもらいたいなと思いますし、その西園であったらこの世の中今をどう考えるのかなということは考えてもいい時期に来てるんじゃないかなと思いますね、はい、今週もありがとうございました。西園についてでしたね。また1年もありがとうございました。1年もね、はい、じゃあまた来年もぜひお願いします。はい、大変な1年でしたけど、はい、来年お互いの頑張りで良い年になれるように、はい、西園がついてるんだという気持ちで頑張っていきましょう。お相手はお相手ははい、あ手帳発行人の前城です。はい、ではまた来年、ウィーチェウガナビラ。ウィーチェウガナビラ、はい、ありがとうございます。沖縄手帳発行人の時間、この番組は3印刷の提供でお送りしました。